さあ、今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。皆様週末いかがお過ごしでしょうか。すみません、先週ねすっかり忘れてしまって、で撮り忘れていたのに気づいた時にはもう日曜日の夕方で外に出とって、で、まあ、家にいればねダラダラジオは結構データも軽いんで撮って編集してあげるの間に合ったと思うんですけど、すいませんちょっともうね帰れなかった失礼いたしました。で今週は昨日のボイシーをね聞いてくださってる方はちょっとテーマね知ってるかと思うんですけども、ある教育実習生の話をしていきます。でそれは俺のね話とかではなくって、うち息子が2人いるんですけど、上の子小学校3年生 でこの前ちょっと前かまで教育実習生が来てたんですよ。でそれは知ってたんですけど、息子からいろいろ話を聞いてたんでね。でねその先生のねちょっと素敵すぎるエピソードがあって、いやこれめっちゃ共有したいと思って、いやもうね叶うんだったらもうその先生に直接お礼を言いたいいやねどうなんだろう、みんなも教育実習生がね今まで来たことあることあるだろうし、親御さんもお子さんの自分自身もそうでしょうし、お子さんのね教育実習生が来てたなんていうことはあると思うんですけど、何かっていうと最終日に息子が手紙持って帰ってきたんですよ。そうで何か連絡袋の中に手紙封筒が入ってて、で一応さいつも親だから確認するじゃないですか持ち物をね。でもその封筒を見た時にその最終日だったの分かってたしてたから、あ絶対手紙だと思って、で息子もまだ見てなくて中を、でこれ多分実習生の子からの手紙じゃないって言って行ったら息子が読んでて、で一応ねどういうこと書いてくるんだろうって思ったから、まあ、息子に許可を取ってねいいよって言ってくれたからちょっと見させてもらったんです。そしたらね、まあ、手紙だったんですけど、でそこそこ量があって、そう量 分量があって、ものすごいいい手紙だったんですよ。と何がいいかっていうと、いやまず私もちょっと字フェチなのもあるんですけど、すごく字が綺麗、まあ元々の字が多分ね遅くお上手な方なのもあるんですけど、もう一つ一つを丁寧に書かれたんだろうなって、その丁寧さが伝わる文字の、そのなんだろうな、文字にこう気持ちが乗ってるというか、そうなんですよ。で教育実習生が忙しいのはもう重々分かってるし、自分が経験してるから、その忙しい中でその手紙を書いたんだろうなってクラスメート全員分にね、全員に渡してたって息子が言ってたんでね。でその内容がこれね、俺すっかり、まあ、これ俺の話なんちゃうか、ちょっと先話すわ。息子のいいところを書いてくれてたんですよね。で私自分がすっかり忘れてたんですけど、自分が教育実習3回行ったんですよ。そう、付属小、付属中、学芸のね、付属小、付属中と公立小で。で、付属の時はしてないんですけど、最後が、一番最後が公立小で、で、一番やっぱり思い出深かったのもそこだったんですよね。で学芸の近くの小学校で、で、5年1組を担当してたんですけど、私は。で、俺も最終日に、メッセージカードを書いたんですよ。でメッセージカードに書いた内容がみんなその子のいいところを書こうと思って、そうでもうなんか実習その日一日終わった最後にもっといろいろ書くんですよね。提出文書いて、で書いた後にその手紙とかメッセージカード書いてみたいな。でクラスが何人だったかな、32、3ぐらいだったかな、忘れちゃったけど、だったんで1日じゃ無理だから最終週にこう1日何人ずつ書いていこうみたいなことをやってたんですよ。でも私すっかり忘れてそれやったこと、そうでそれを思い出して、でねやっぱすごく俺が子供だったらめちゃめちゃ嬉しいし、で今回ねそのうちのクラスの親御さんが何人それを見たか分かんないけど、あれは親としてもものすごい嬉しい。うん、でそういうこう目線で子供たちを見てくれてたこともそうですし、やっぱり大学生のまだねその、まあ、3年生か4年生かわからないけど、この年でこういうことをしたら子供たちが喜ぶんじゃないかなっていうのを思いつく人はいると思うんですけど、それをちゃんと行動に移すっていうことがなんかすごく嬉しかったって表現なんだなってのかな。でもね感動したというか、
すごく心がポカポカしたんです。私多分一人の一応教育に携わるものとしてもそうだし、親としてもそうだし、そうなんです。だからね、もうその先生はもう実習終わっちゃったので、もちろん私からお礼を言うことはできないですし、もう何かでもあまよくば聞いてないかな聞いてないだろうけど、そう、あの心から、まあね、そのちょっと前なんであれですけど、高崎で教育実習をした方もしリスナーの方にいらっしゃったらですけど、本当にありがとうございました。素敵な手紙でした。あのだから最終日、実習3年生の実習で最終日にクラスメート全員に手紙を渡した方がもしいらっしゃったらきっとそれをね、そこまで言ったらね、いないと思うんだよ。そこまでね、実習の時期もずれるから、あの感謝してもしきれないです。あの心から、そのね、先生があの教職に就くかどうかわからないですし、もしかしたら違う形で子どもたちと接する仕事とか全然違う道を歩まれるかもしれないんですけど、本当になんかちょっと先生ね、お名前ちょっと分かんないんですけど、先生が、これからすごいこう幸大きい人生になることを心から願っておるというか、もう祈ってます。私ファンです、ただの本当に素敵な、なんか素敵なひとときをというか、ありがとうございました。改めて自分もね、あの今度クリスマスカードあのうちのユーザーの子に送るんですけど、普段なんか手紙書いたりとか、サインするときにメッセージ書いたりとか、なんかいろいろあるね、書く場面あるんですけど、こう私その書くときに毎回すごい気持ちを込めてる自負はあるんですよ。はい、適当に書くことなんて絶対ないので、ですけど改めてちょっともっとちょっと兜のを締めますね。先生に負けてらんないと思ってそれぐらい感化されるお手紙でした。本当にしつこいけど本当にありがとうございました。はい、ということでそんな回ですごめんなさいね皆さん、何のこっちゃって感じかもしれないんですけど、どうしても話したくて、だからですね、なんか先生、まあもちろんね、現職の先生の方たちにもそういった方たちっていっぱいいらっしゃるから、素敵な先生っていっぱいいるんだよってっていうのが、なんかこの場でね、少しでも伝わったら嬉しいなと思って喋らせてもらいました。はい、ということで今週もここまでお付き合いいただきありがとうございます。今週はなんと水曜日が休みですね幸せ。2日行ってね、ちょっとお休みで2日行ってっていうか、ちょっと変則的な1週間になりますが、お互いね1週間頑張っていきましょう。それじゃあまたね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それではそれでは、今週週間が皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。